富野幸男富野幸雄は埼玉県新座市出身でオランダ在住の日本のコンテンポラリーダンスの振り付けや演出家、ダンサー、ヨーロッパのコンテンポラリーダンスフィールドの第一線で活躍。オランダを拠点に著名な振り付けやダンスカンパニー作品及びツアーに参加。ヨーロッパ各都市及び多数のフェスティバルで公演。日本においては2011年ダンスが見たい。 新人シリーズ9にてオーディエンス賞を受賞。両利き。身長150センチメートル。父親は、機動戦士ガンダム等で知られるアニメーション監督の、富野義行。姉は、演劇集団演の富野明。ダンスにおいては、小柄にもかかわらず、跳躍力が抜群で、さらに、床技を駆使したスピーディーな動きが多いため、身長の割に、物体上では、大きく見える。 八日まである長い黒髪で、部分的にシンクで染めているため、舞台上では目立つ。ダンス以外のスキルは、ドラム、作曲、武術対局剣。かなりサバサバした性格で、なおかつ筋肉質な体と低い声の持ち主。2014年、父の富野義行が監督を務める、アニメ作品、ガンダム G のレコンギスタのアイキャッチの振り付けを担当。これが、 初の親子共同作業となる。本人はそれまで、吉雪と親子関係にあることを特に公言していない。ため、2014年10月、同作のテレビ放映を機に、その事実が明るみに出ることとなった。本人曰く、本名の雪を富野のまま、オランダでデビューしてしまい、その後プロフィール上の名前を変えることができず、日本でも、本名のまま活動することになったらしい。が演出。 振付をする作品は、ブラックユーモアのあるシュールな作品が多い。一般的に、コンテンポラリーダンスは、芸術の分野に属した難解な印象があるが、トミノは、具体的な物語を描くことで、コンテンポラリーダンスの近寄りがたい印象を排除したり、または、抽象的な作品の中にも芝要素を多く、取り入れていることが多い。笑いがある作風も、 コンテンポラリーダンスにはあまり見られない特徴の一つ。星野女子高等学校卒業。国士館大学中退。1993年、東京でヒップホップ、ブレイクダンス、ジャズダンスを始める。テレビ、ライブ等でダンサーを務めていたが、そんな中でコンテンポラリーダンスに出会い。1995年、本格的に転校。伊藤直子、河野純 ノアダ・エリゲトの作品に参加後、1997年にオランダへ移住。以後11年間、拠点をオランダとする。2000年、ロッテルダムダンスアカデミーダンサーズ化のディプロマを取得。以後、フリーランスダンサーとして、ヨーロッパのコンテンポラリー、ダンスフィールドの第一線で活躍。クラブガイ・アンドロニ、アンドレ・ジョングラ、カンパニー・ブロック・アンド、スチール、エストック・コバーチ。 ケネスフラックほか、著名な振付やカンパニー作品にて主演。参加したツアーは、多数に及び、ヨーロッパ、アジア、アフリカ各都市及び多くのフェスティバルで公演した。シアターワークの傍ら、ダンスフィルムにも出演。主演した、ランゴー5.19は、スプリングダンスフェスティバルに、同じく主演、アップ・アット・ダウンは、オランダ映画祭に、そして、スタンド4.18は、 ロッテルダム国際映画祭におのおのノミネート。さらに、スタンド4.18はカンヌ国際映画祭に招集された。また、ウォーク4.49はウェブダンスフィルムコンペティションで観客賞を受賞。ストリートダンスのフィールドでは、オランダの大手ダッチダンスエージェンシーのメンバーに選ばれたが、現在、活動を休止している。2006年に東京神楽坂にある、 セッションハウスのレジデンスアーティストに選出されたのをきっかけに10年ぶりに東京で作品を発表。以後、コンドルズの近藤良平が演出、監修、あの、ヤギたちが道を塞いだにて、ソロワークを発表。また東京式バレエ団に振り付けを提供するなど、ヨーロッパ、日本を問わず活動の場を広げている。2011年1月、日暮里 D 倉庫で開催された。 ダンスが見たい。新人シリーズ9にて、演出、振り付け、出演した女性トリオのタンツシアター作品、ティアラザ・ビューティー眠らない美女がオーディエンス賞を受賞。2014年には父親である、富野義行が監督を務めるアニメ作品に初参加。ガンダム・ジーレ・コンギスタのアイキャッチで、キャラが踊るダンスの振り付けを担当した。コンテンポラリーダンス。 編集2000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年映画編集ハット AB 新人シリーズ休票、ありがとうございます。